スーパーチャットありがとうございます。今日は何、みんな初任給の日？初任給、初任給俺嬉しかったんじゃね。初任給ってさ、初めての給料のことだよね。普通に社会出てないかわかんないけど、いや嬉しかったね。さすがにこれが俺の金になるのかって。これ全部あの何のよどみもない金なのか、ロンダリングされた金なのかっていうのがあったね。やっぱこれ綺麗なお金だよね。高校生の頃、受験期にいい企業入って俺にスパチャすることが本当に大事って言ってたので初任給で。すごいすごい、本当それマジ？その時から見てるってこと？就職したってこと？すごくね？てかすごい、その時の流れ覚えてるかもしれない。マジ？5年あれば高校生が社会人になる？おかしくない？高3だとしても社会人？大学って何年通えばいいの？5年、6年？ 4 年？ 4 年か。ところてんさん、片寄さん、片パッド、片パルト、ゼータさん。はい、というわけでメンバー登録、スーパーチャットありがとうございます。最後にまた受験生にエールを。受験生のみんな、お前今マジで踏ん張っといた方がいいぞ。貯金みたいなもんだからね、今頑張るのって。本当にマジで後々生きる。なんか当たり前だけど本当大事、今頑張るのは。でいい企業入って俺にスパチャすることが本当に大事。ワンセットだから。ここまで。その言葉学生時代に聞きたかったよ。なんか何でもかんでもさ、なってからじゃ遅いみたいなあるけど、ほんとそれなんだよな結局。というわけで配信見てくれた人ありがとうございます。タイヤリーダイヤリー、お、いいか、いつもの。うずはチャンネルを見てくれてありがとう。ツイッターアットバンプクズ、チャンネル登録とツイッターフォローよろしくぞ。